アイテム番号 SCP-572JP。オブジェクトクラスユークリッドセーフ。特別収容プロトコル SCP-572JP が撮影された映像は発見次第回収し、偽装映像への帰還と関係者の記憶処理を行ってください。SCP-572JP の再出現地点は、前回の出現地点から半径 20km 以内を目安に、全国の事故や障害未遂の発生地点を中心に調査してください。SCP-572JP のオブジェクトクラス変更により、特別収容プロトコルが更新されました。経緯については事件記録 572JP を参照してください。SCP-572JP は現在、サイト、8126の地下2階、B206 実験室前廊下に存在しています。SCP-572JP は常に設置された監視カメラによって監視され、変化が発生した場合は SCP-572JP 収容担当者に連絡してください。説明 SCP-572JP は全長約 1.6 メートルの、警備員を模した棒振り人形のように見える存在です。SCP-572JP は肉眼では確認できず、何らかの監視カメラ1の映像内にのみ、道を遮る形で出現します。SCP-572JP の出現と消失は一瞬で行われ、消失までの時間はどの事例においても3分ちょうどです。SCP-572JP の出現するタイミング、場所の法則は不明ですが、前回出現した地点から半径約 20km の範囲内に再出現する傾向があります。また原理は不明ですが、SCP-572JP は発生し消失するまでの間、常にワンブを稼働させ警棒を振り続けます。SCP-572JP が出現した3分の間、通行者には SCP-572JP が遮る道を迂回する、道を引き返す。SCP-572JP 消失まで止まるといった無意識的な行動により通行を避けようとします。これらの現象に遭遇した人物にインタビューを行ったところ、なんとなく回り道しようと思った、忘れ物を思い出した、といった内容であり、SCP-572JP が通行者に対して何らかの精神影響を与えている可能性が高く、現在調査中です。オブジェクトクラスの変更に伴い調査は中止されました。また、SCP-572JP が出現した地点の周辺では高い確率で何らかの事故が発生しています。この際、SCP-572JP の出現によって通行を避けた人が仮に通行を避けていなかった場合、ほぼ確実にそれらの事故に巻き込まれていたという予測結果が出ています。以上の異常性から物理的な接触は困難を極めますが、事件記録 572JP 以降の SCP-572JP の状態から、他の物体からの接触はすり抜けることが判明しています。しかしこの性質が事件記録 572JP 以前も同様であるかは不明です。発見の経緯201年7月21日、埼玉県埼玉市の路上で発生した自動車追突事故の様子を撮影していたコンビニエンスストアの監視カメラに SCP-572JP が映り込んでいたことを同店の店員が発見した。警察内部に潜入していたエージェントが該当映像を調査したところ異常性が確認され、映像は財団によって回収、関係者への記憶処理が行われました。当初は、監視カメラの映像にのみ映された不審な人形、として超常現象記録に登録される予定でしたが、201年7月26日に同県春日部市で SCP-572JP の再出現が確認されたことでオブジェクトクラスを暫定的にユークリッドとし、調査が開始されました。調査の結果、SCP-572JP の性質により収容は不可能であると判断され、収容ではなく隠蔽を主とした特別収容プロトコルが制定されました。出現記録 572JP、1、日付201年7月21日2352。回収地点埼玉県埼玉市、区。補足最初に確認された SCP-572JP の出現記録です。SCP-572JP の消失から3秒後、同映像の電信柱に軽自動車が追突しました。事故の原因は飲酒運転であることが判明しています。出現記録 572JP、2、日付201年7月26日1314。回収地点埼玉県春日部市、区。補足2度目の SCP-572JP の出現記録で、付近のコンビニエンスストアから回収されました。
SCP-572JP は青色の信号機前に出現し、通りがかった普通自動車が SCP-572JP の直前で停止。直後に信号を無視したトラックが時速 60km 以上の速度で横切りました。その後関係者へのインタビューでは、青信号で停止した人は、ぼーっとして青が進めということを忘れてブレーキをかけた。結果オーライだった、と述べています。出現記録 572JP、3、日付201年8月1日1921。回収地点茨城県つくば市。補足、書店の店頭カメラから回収されました。SCP-572JP は歩道に出現しており、消失から2秒後に横転したバイクが地面を転がりながら画面を横切りました。調査したところ、SCP-572JP の手前で立ち止まっていた人が仮に立ち止まらず進行していた場合、確実にバイクに激突していたことが判明しています。出現記録 572JP、4、日付201年8月4日1630。回収地点茨城県筑波山サイト、81、付近。補足、編集済み、に偽装したサイト、81、の監視カメラから回収されました。SCP-572JP は道路脇の獣道に向かって出現しており、道道は狸や猫などの野生生物が車に惹かれる事故が多発していましたが、当記録では事故は発生していません。当記録から、SCP-572JP は人間だけでなく他の生物にも影響を与える可能性があります。出現記録 572JP、7、日付201年8月29日722。回収地点千葉県八千代市。補足 SCP-572JP が消失した20秒後、付近の民家からガス爆発による事故が発生しています。これまでは交通事故の前後に出現すると思われていたが、どうやら事故であればどこにでも現れるらしい。監視カメラにしか映らないというだけで、もしかすると我々が把握していない SCP-572JP の出現があるのかもしれないが、しかしそれを把握するのが不可能に等しいことが悔しい。サラシナ博士。出現記録 572JP、19、日付201年10月1日149。回収地点東京都、区。補足マンション、編集済み、の入り口に設置された監視カメラに出現が確認され、マンションに住む10歳の女性が SCP-572JP の直前で引き返しました。SCP-572JP 消失から10分後に刃物を持った男性が入り口を通って外へ出る様子が確認されています。その後男性は女性の後をついてきているところを警察が発見、取り押さえられました。女性はアイドルグループ。編集済みに所属しており、男性はその熱狂的なファンであることを自供しています。おそらく事故に限らず SCP-572JP は現れるのだろう。オブジェクトに言うのもなんだが、いいやつ、なんだろうか。サラシナ博士。出現記録 572JP、日付201年12月3日2151。回収地点サイト、8126。補足事件記録 572JP を参照してください。事件記録 572JP201 年12月3日、21時50分、サイト、8126で SCP-JP による収容違反が発生しました。その際、避難中の職員が規定の避難ルートを迂回していたことが発覚、職員へのインタビューでは、気づいたら別の道を走っていた、と述べており、避難ルートに当たる廊下の監視カメラから以下の映像が回収されました。2151、12、B206 実験室前に SCP-572JP が出現する。映像ではカメラに背を向けて棒を振っている。2151、57、画面奥から避難する職員が見えるが、規定の避難ルートである廊下を横切り、迂回し始める。職員たちが自身の行動に疑問を抱いている様子は見えない。2152、01、SCP-JP による、データ削除。画面が暗転する。2157、59、画面が戻る。SCP-JP の一部が画面奥の廊下を横切る。SCP-572JP の棒を持ったワンブのみが廊下に残っている。この事件以降、SCP-572JP の再出現は確認されていません。
また廊下の通行も可能なことから、SCP-572JP が出現した道を避けさせる異常性を失ったと考えられますが、監視カメラによる映像以外では確認できない点。物理的な接触が行えずすり抜ける点から全ての異常性を失っていないと判断され、セーフクラスオブジェクトとして特別収容プロトコルが更新されました。201年12月10日追記最初に SCP-572JP の出現が確認された埼玉県埼玉市区の電信柱に以下の文書が貼り付けられていることを近所の住民が発見し、警察を経由して財団に確保されました。紙やインク、文書等に異常性は確認されていません。SCP-572JP との関連性は不明です。お元気ですか？年の瀬も近づき、こちらは大忙しです。ところで夏頃に、私たちの仲間が一人来たと思います。ちょっと人見知りするけど、お調子者で、目立ちたがり屋で、とても正義感の強い彼。もし会えたら、そろそろ戻ってきてほしいと伝えてください。みんなで一緒に新しい年を迎えましょう。皆さんの迎える新年も良いものでありますように。明帝街より、愛を込めて、